さあ、そしたらこちら続きやっていきましょう。前回こちら、この炎の洞窟を通って、そして星船を探しにここまでやってきたところ、次星船を探すとありますが、まあおそらくあれでしょう。よし、では行ってみましょうか。これが星船。何かまた思い出したのか。いや、だがこの星船には見覚えがある。おお、マジか。間違いない。これに乗って俺はレニースを脱出したんだ。お、使い方わかるか。300年経ってもしっかり動くようだ。中を見てこよう。おお、なんかあのドラゴンボールで本当に壊れてないのって、ユンザビットコーチに来た時みたいな、今が繋がった。そんな感覚が。ピッコロと言って扉が開く。俺は確かに過去から来たんだな。私たちがいるよアルフェン。それにあんたに助けられた大勢の人々もな。その通りだ。誰かが簡単に他の者の代わりになれるなどというつもりはないが、お前は一人ではないぞ。あ、ありがとう。そうですね、アルフェンにも本来のというのはあれだけど、昔の友達がいて、その代わりにはなれないけど、まだこの世界にも新しい友達はいる。動きそうですか。うん、損傷も劣化もなさそうだ。ただ長いこと休眠状態になっていたせいで、発信できるようになるにはしばらくかかりそうだ。しばらくってどのくらい。機械いじりは専門外でね、正確なところは断言しかねる。ここに来て待ちかよ。待つの苦手なんだよな俺。子供なんだから。あ、でもさ、だったら今のうちに準備とかしておけばいいんじゃない。確かに、レネギスからすぐ戻れるという保証もない。リンウェルの言う通り、備えは万全にしておくに越したことはない。あまり留守が長いと解放してきた国の様子も気になりそうだぜ。寸刻を惜しんで先を急ぐか、孝子の憂いを断つか、どうするかはアルフェン、君に任せよ。わかった。これでシオンがまだ、なんかあの、隠している。で、なんかすごい寂しそうなんですよね。これで星船の出発準備が整うまで待つ。こっちは？なんだか不思議な気分だよな。何が？だってよ、この戦いを始めた時レネギスに行くなんて想像できたか。それも親父のやってることに反発してた俺がだぜ。ジルファが聞いたら驚くだろうな。案外呆れたかもよ。我々は300年続いた体制に挑んでいるのだ。いずれレネギスとことを構えるのは想定内だったはずだが、あなたと違って私たちは一度もレネギスを訪れたことがありませんから。シオンやティオハリムには悪いが、俺たちは旅行に行くわけじゃない。分かっている。楽観はしていない。レネギス、そしてレナ本国がこれ以上ダナに干渉しないようにする。やはり戦いは避けられないのでしょうね。話し合うことはできないのかな。レネギスの連中とか。うん、私たちだってシオンやテュオハリムと仲良くなれたよね。私たちだけじゃない、メナンシアや他の国にだって。だったら何とも言えんな。過去の支配を当然と思っている者は多い。一度もダナに降りたことのない者もいる。果たして彼らがどう応じるか。
血を流さずに済むに越したことはないが、くさびのこともある。最後は向こうの出方次第だ。だよな。また黙ってやられるわけにはいかないし。くさびを打ち込んできたということは、例の赤い女もレネギスにいるかもしれない。とすれば、レナス・アルマもだ。あ、そうだ、その赤い女が最近出てな、来てなかったけど。あれがあれば、今度こそシオンは。シオン？ええ、そうね。パーティーが解散しました。シオン、どこに行ったんだ？シオンを探す。一人で離れるなんて。そこにはいない。どこに行ったんだ、シオン。あ、いた。シオン。シオン！うん、なんだ？イバラ？これは！ミコ。大丈夫か？今の、イバラをミコの力で抑えたように見えた。そんなことができたのか？イバラを抑えたの？そこをどいて。一人で帰ろうとしてる。一人で行くつもりなのか。黙って。なぜだ、どうして。黙ってって言ってるでしょ。嫌だ。本気よ。それでも嫌だ。もう一度だけ言うわ。どかないと撃つ。だったら死の子の言わずに撃て。みんな起きてきた。私がボルラーンに切られた時のこと覚えている？かばった時のか。てっきり殺されたもんだと思った。あれが初めてじゃないわ。最初はまだ子供の頃、それ以来何度も。私は死ねないの。死ねない？死ねない？不死身って意味か？そんな、まさか。本当だとして、なぜなんだ？なぜそんなことがありえるんだ？イバラよ、私であって私でない、私の一部。なぜかはわからないけど、それが私が死ぬのを許さないの。私が死ぬまで。死ぬまで死ねない。イバラが自由になるとき、私は死ぬの。見たのよ。何もかも飲み込んでしまう暗闇だけが残る。
避けようのない破滅の未来、ただの夢じゃないかって言いたげね。私もうまく説明できない。でも私にはわかるの。でもいや、だからこそレナス・アルマを使ってイバラを倒すんじゃなかったのか。それは死ぬために。中身を燃やしたら脆い器はどうなると思う？そう、どちらにしても私は死ぬ。でもこの言い方だと本当は死にたくないっていう今の言い方でしたよね。せめてイバラを道連れにしてやろうと思った。これが私の本当の目的よ。それで同じレナ人を敵に回してまで俺たちと一緒に戦っていたのか。俺たちが生きるために戦っていた時、お前は死ぬために戦っていたんだ。そのはずだったのに、あなたたちと出会って私はいつの間にか死にたくなくなっていた。シオン、諦めることない。助かる方法を探せばいい。まだ時間はある。ダメなの？なぜ？破滅が私だけでなく、本当は世界を覆うものだったから。うすうす感じてはいたわ。でも確信したのは、赤い女が私から巫女の力を引き出したとき。あのとき自分が今までその力でイバラを抑えていたことを悟ったのよ。でももうダメ。ベネギスからくさびが来たから、私の中でイバラが力を増すのを感じるから、遠からず抑えきれなくなる日が来る。そうなればイバラが世界を覆うか。だから一人で行こうとしたのか。一人でレナス・アルマを手に入れてイバラと差し違えるために。そんな、あんまりだよ。自分も他人もどうでもよかったはずなのに、レナもダナもどうでもよかったはずなのに、死ななきゃいけない。でも死にたくない。今になってこんな、よかった。こんな思いをするくらいなら。シオン、アルフェン、死ぬためにしか生きられないなんて、そんな奴隷みたいな生き方あってたまるか。アルフェン、俺は嫌だ。誰が何と言おうと認めない。絶対に抗うんだ。最後まで戦うんだよ。自分でもそう言ったじゃないか。そのせいで世界が滅ぶかもしれないのに。シオンはどうしたい。決めるのはシオンだ。だが、たとえシオンが戦わなくても、俺だけでも運命と戦う。いや、アルフェンだけじゃない。俺も戦うぜ。私だってやるよ。憎しみじゃない支えになりたい。私も、お前が一人ではないと言った言葉が偽りでないことを証明しなければな。
それにまるきり望みがないわけでもあるまい。え？シオンは300年前の巫女の末裔だ。もろもろを合わせて考えれば。ですね、今ここで音楽が流れ始めたので、音楽というか歌ですね、ボーカルありの主題歌、挿入歌が流れているので、今ゲーム内の音声は切っています。脳内で皆さんボイスを再生してください。はあ、いいシーンでしたね、今。すごいな。はあ。シオンが、もうこれは死ぬために、レナス・アルマが必要で、そのために旅をしていた。で、このアルフェンが、そんなシオン、死ぬために生きるなんて奴隷みたいじゃないかと。そしたらこれで仲間たちと話していきましょうか。ティオハリム、世界の破滅本当だと思うかね。まあ巫女が言うなら。俺はシオンを信じる。あんたは？友人としては信じたい。我々を取り巻く一連の出来事も明らかに何らかの危機を示唆している。だが世界の破滅となるとは、実感が追いついていないのが正直なところだ。確かにシオンも実際に何が起きるのかまではわからないみたいだしな。手がかりになりそうな欠片にはこと書かないが、それでも一枚の絵にするにはまだ足りない。茨はどこに収まるんだろう。おそらく核心に迫る欠片であることは間違いなかろう。くさびで聞いた声のことは覚えているかね。ああ、それがわからないんですよね、こっちは。ダナの精霊力の意志じゃないかって話だったな。そうだ、膨大な精霊力に意志が宿るという仮説。そしてペレギオンで見た暴走したイバラは、到底一人のレナ人が持ちうる量の精霊力ではなかった。あ、声については、イバラにも意志がある。声の内容は教えてくれないのか。その意志がシオンを死なせない。だがなぜそれが世界を滅ぼすんだ。さてな、茨に目的があるとしても今はまだ謎だ。巫女の力が茨を抑えるのだってたまたまかもしれん。前から思ってたが、あんたは相当謎解きが好きらしいな。いけないかね。信じていた世界がまやかしかもしれないとなれば、真相を突き止めたくもなる。ましてそのせいで傷を受けたとなれば。テュオハリム、いずれにせよ残りの欠片はレネギスにあるのだろう。それでどんな絵が浮かび上がるか、今はこれ以上考えても仕方あるまい。わかった。そして次はこちら、キサラ。
大丈夫か？何がだ？お前の体だ。さっき茨に触れただろう。ああ、なんてことはない。シオンの辛さに比べればか。シオンも自分の茨でお前が傷つくのは見たくないはずだ。お前が耐えればいいという話ではないぞ。分かったよ、気をつける。もっともシオンはお前のその向こう水なところに救われたのだろうな。からかわないでくれ。からかってなどいない。お前は痛みを取り戻してなお彼女に触れた。お前は彼女に救いをもたらしたんだ。私たちに対してやったように。俺はシオンが誰とでも触れ合えるようにしてやりたいだけだ。死の恐れもなく、そんな当たり前のことをシオンから奪ったイバラが俺は憎い。当たり前であると同時に特別なことでもある。私も取り戻してやりたい。理想郷の夢も彼女を犠牲にして生き延びた世界では虚しいだけだろうしな。ああ、奪ったり奪われたり、そんなのもうたくさんだ。あの茨って結局何なんですかね。何で、なんであの茨が生まれてきたのか。生まれつきシオンについていた。で、シオンがミコの能力を受け継いでいるなら、なんかミコと関係ありそうだけど、ただそれにしては、なんか茨が悪役というか、自分たちに味方してないんですよね。そして、リンウェル。そういえばずっとこの格好のままだ。眠れないよ。あんな話を聞いた後だもん。そうか。シオン、ずっと我慢してたんだね。私たちが笑ってる時もいつも少し離れて黙ってて、私それはイバラのせいだって思ってた。私たちを傷つけないようにするためなんだって。それにそういう性格なんだろうって。でも違ったんだ。本当はずっと死ななきゃならないって思ってて、でもやっぱり死にたくなくて、それを言い出せなくて。リンウェル、ずっとずっと一人ぼっちだったんだ。なのに私、そんなことも知らずに友達だなんて。それでもきっとシオンは嬉しかったと思う。そうかな。ああ、だからこそ俺たちに本当のことを打ち明けてくれたんだ。だからこれからも友達だ。これからも、そうだね。私たちみんな一人ぼっちだった。でもそうじゃなくなることもできる。シオンにもそうなってほしい。もうなってるけど、もっともっと憎しみとか悲しみなんかじゃない。私たちお互いの支えになれたら素敵だよね。リンウェル、あれ変えられない。あれ待って、今リンウェルの格好がこのこれのまんまだったから、ちょっと元に戻そうと思ったんだけど、そっか、パーティー解散したから今アルフェンしか変えられないんだ。アルフェン、あー、まあいっか。そしてこちらがロー。アルフェンは気づいてたのか。シオンのことか。全く俺は全然分かってなかった。そりゃ時々なんか様子が変だと思うことはあったけど、まさかあんな、俺って本当周りが見えてないんだな。いや、周りを見るとかじゃなくて、あれは言ってくれないと分からないことだったじゃないか。気づきようがないぞ。シオンが悩んでいるのは分かっていても踏み込めなかった。アルフェンはずっとシオンを助けようとしていたじゃないか。そのつもりだったさ。だけどその実何も分かっていなかった。彼女を追い詰めていただけだったんだ。でも間に合った。そうだろ、まだ終わってない。だがそうだな、
間に合わせる。間に合わせてみせる。ああ、みんなでやればシオンだって世界だってなんとかなるさ。忘れるなよ、みんなでだぜアルフェン。ああ分かってる。なあ、親父はどう思ってるかな。俺間違えてないよな。ジルファならもうお前が自分で決めたことに何も言わないんじゃないか。言いたくても言えないけどな。アルフェンってなんかこう、でも生きてるやつの問題は待っちゃくれないからな。結構考え方とか、今全力でシオンを助ける。また悩むかもしれないけど、それはまたその時考える。割と子供っぽいようなところがあると思うんだけど、それでもなんかローに対してはすごい父親目線のことを言ったたりしますよね。これ年齢の設定とかあるのかな。あ、そうや、こう出てこないんだっけ。ハル、アルフェンっていくつくらいなんだろう。見た目では20中盤くらい、まあ、少なくとも20歳は超えてると思うんですけど、まあ、実際は300年間生きてるわけですけど、なんか結構いい大人、もう立派な成人男性だと思うんだけど、結構考え方とか行動言動がなんかこう大人というよりはなんか10代ぐらいの17、8ぐらいのなんか少年っぽいんですよね。それなのになんかローに対してはやたらジルファー側に立ったことを言ってる、言おうとしてる。なんかそんな風に感じてしまう。なんとなくローとかリンベルはアルフェンとかシオンよりは年下みたいな感じはしますけど、どうなんですかね。キサラーとティオハリムはアルフェンたちより上という感じはする。よし、そしたら最後シオン。気分は落ち着いたか。心配されてばかりね、私。みんなにもだわ。意地を張った挙句心配かけてばかり。お互い様だ。初めて私を仲間だと言った時のこと覚えている？え、いつだっけ。どうだったかな。すまない、思い出せない。それだけ自然なことだったのね。あなたには。私は違った。ダナ人を見下しながら自分は一人、ずっと気を張り詰めていたところに言われたんだもの。正直驚き戸惑ったわ。炎の剣だってレナス・アルマの代わりか、せいぜいマスターコア集めの役に立ちそうだってくらいにしか思ってなかった。でもその後もあなたは檻に触れて、私やティオハリムを仲間と呼んだ。レナとかダナとか関係なく本気で心配してくれたわね。みんなも私を仲間だと、友達だと言ってくれた。そんなこと思ってもみなかった。死んでみんなと別れたくなかった。死なないことでみんなを死なせたくなかった。しよう。でもそれって自分のことしか考えてなかったのね。本心を口にしたとき、みんなの言葉を聞いたとき、それが分かった。大丈夫、もう死ぬことは考えていないわ。そう思うには大切なものができすぎたから。だから戦うわ。必死に戦って勝ち取る。世界と自分の未来を。自分のために世界を滅びさせたりはしない。
長い戦いになる。ダナもレナもない。本当に誰もが安心して暮らせるようになるまで終わらないんだ。だが最後まで俺はシオンのそばにいる。ありがとう。どんなに高い壁でも諦めなければ壊せる。俺たちは見てきたはずだ。ええ、信じるわ。おお、解散していたパーティーが帰ってきました。みんなしっかり休めたか？行くぞ、レネギスに出発だ。おお、ついにあそこに。よし、いつもの格好に戻って、これで、あ、ここで一応野営はできる。うんで、ちょっと待って、あそこ近づいたらもうイベント進んじゃうかな。さっき手に入れた鍵とかも、ただカラグリアのどこかで使える鍵とあったけど、どこかなんてわかんないですよね。またしらみつぶしに探していくしかないけど、どっか鍵かかってたとこだったっけな。ちょっとまあそこら辺は裏でやっておくとして、そしたら今回はここで終わりにしましょうか。これで次回はあの宇宙船じゃない、星船に乗って向こうのレネギスに行く。で、このシオンが世界を滅ぼすというのはなんかこう予言みたいな感じで、まあそれが本当にそうなるかどうかというのは全然誰もわからないことだけど、まあシオンはそれが実際にそうなると信じたというか、まあそうなることが分かってる。普通なら何かそういう夢とかを見たとしても、それが本当かどうかなんてわからないし、それで死のうとは普通は思わないけど、まあシオンはそう思うってことは、よっぽどそれまでの茨がある人生というのが、誰とも触れ合えない人生に絶望していたりとか、そういう感じだったんでしょうね。で、そこにこのアルフェンたちが現れたと。よし。さあ、というところで、今回はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。